ということで神様をお迎えいたしました小林和也さんですよろしくお願いいたします。僕がここにいるのは勝也さんが存在していたから僕は頑張ったんですよ。まず2つの要素がある。本当ですか？2つ、1つ目はベストヒット USA、はいはい、テレビで見て、うん、でこういう洋楽をこうやってビデオで紹介するんだって。もう1つは実は勝也さんが最初の頃やられてたディスコに僕がディスコ DJ としてデビューした店、それがそのものだったんです。銀座の J&R っていう。俺もそうなの。俺はだから初代そこでやってた。つながりがあるんですね。実はだから勝也さんが座ってた椅子を撫で回してたこれがちょっとお願いがあるんですけど、はいはい、例のベストヒット USA の前テーマのオープニング曲かけるんで、うん、あの時の感じでちょっと僕の目の前で、うん、伝説のベストヒット USA の前枠やっていただけないですか。いや神様。でも あの喋りはね、あの僕苦手だったんですよ。そうなんですか、うん、でベストヒット USA って土曜日に始まるんですよ、うんうん、あ一応ちょっとじゃあかけてお願いします。お願いします。来たこれだ。こんばんは、小林克也です。アメリカのホットな情報、そしてなんとかあのお送りするなんとかなんとか言いかけんだけど、いやいやこれを、うん、この調子で喋れないじゃないですか。そうですね、これをノリノリで、だからノリノリで喋ってたというふうなイメージがあるんですよ、残ってたんですよ。うん、それじゃ あの最初 あのゲストの登場ですとかなんとか言って、おおすごいな。そっからやっぱりちょっと切り張りですぐ英語になったりするわけですよ。それで秘密があって、あの小林克也っていうあの俺の顔はね、はい、あの最初ちょっと失敗があったんですよ。それは誰だっけな、60年代にヒットメーカーが来た時に、あの僕はあの立ってね、あの、うん、あの握手するんですよ、はい、やつは背が高いんですよ、ね、そうすると俺164センチ、うん、ちょっとサバイバルでしたけど164、相手は179ぐらいあるわけで、うん、それでパッとやった時にもう差が見えるんですよ、うんうん、分かる、ツーショットで、はい、それで質問もね、それじゃあ日本へ来てどうしたかっていうのを聞いてみましょう皆さんって、うん、What's the first impression of Japan、うん、とかなんか言うじゃない、はい、そうで、うわびっくりしたと言っております。そういうスタイルだったの。あと日本語も抜いて訳をこうやったらどうかっていう、その方がスピーディーですよね、うん、それだから 2,3 回やってすぐそれになっちゃった。だからスピード感が出るっていうのと、でゲストが来た時俺は英語を喋るんですよ。でもあの普通、オンカメラの時はあのリリースとかそういうふうな、なるべく日本語 だけに、あ新発売になったのはっていう、ね、新発売とかそういうような言葉を使ってて、ほでパンとビデオに変えると、うん、ディープ・パープルみたいな、そうイントロだけでディープ・パープルと。でもそのスタイルが今の英語をしゃべる FMDJ の基礎になってますもん、うんうん、その時は俺は顔は見えない。うーん、だからあの微妙な演出でしょ、うん、で日本人のさあのブサイクな男はさ、洒落たことをやってんじゃんみたいなそれがあったんだよ、うん、ブサイクな男が洒落たことをやってんじゃんって、うん、お英語が聞こえるよって、あいつ英語も喋るんだな、あ、うん、面と向かって喋ってるよみたいな、うん、それをだからちょっと演出したんですよ。僕はベストヒット USA の頃には勝也さんのことよく分かってますけど、世の中的にはやっぱりあれで有名になったってことなんですか、うん、そうですよね。改めてやっぱり洋楽を日本にね、あの広めた伝道師ですよ。伝道師いや伝道師ですよ素晴らしいですよ、いやいや勝也さんは。いやいや、ちっとも俺はそうに思ってないからね。そうなんですか、本当に。いや、もうみんなが思ってますから。これは俺がスタートした世界じゃないから、うん、でも一番表に出てた人、僕たちはインターフェースは小林勝也しかないんですよ。だからこれは博報堂っていう、うん、あの代理店かどう、特集班みたいな、はい、要するに新しいものを作っていこうっていう班ができて、はい、それでそこでこれからの番組をテレビの番組を変えていこうみたいなのがあって、ここであのほらビデオクリップなんかがすごい出てる、ビデオクリップを紹介する番組をやったらどうかっていうのでできたんですよ、はい、それでだから MTV より早いんですよこれ、スタートしたの。
あ、そうなんですね。 MTV は遅れて、うん、半年遅れてスタートしてるからね。あ、 MTV を日本でやろうってことじゃなかったんですか、ね、違うわけですよ。だからそのみんなあのビデオデッキなんか時代になると録画するだろうとか、だから視聴率もちょっと違うものになってくるんじゃないかっていうことでスタートして。なるほどね、うん、そういう番組だからね。うん、あのそれで幕を開けたらその通りになったんですよ。うん、あ、これはね、これ面白い話があるんだよ、これ。何がですか？マドンナ、ライカバージンって俺な、はい、やっぱ名前忘れちゃったけど、二人組がいて、でそれが作ったんだよね、男が。ここで「Like a Virgin」っていうのが作詞するやつに引っかかって頭の中で、ここで「Like a Virgin」サビに やろうっつってやって、でもう一人はこうデュオだったんだけど、なかなかバラードで行こうと思ってラブソング、で「Like a Virgin」っていうのが合わないんだよ、はい、ここでちょっとアップテンポで やってみようよって、で そいつが結構フォリナーのルーだっけ、ルーグラムだっけ、あの、はいはい、みたいな声なんだけど、あの Like a Virgin ってやったらしいんだよ。でそれをあのレコード会社持ってって、どうつったこれ面白いっつって、みんな、うん、社員たちがもう気に入っちゃって、誰に歌わせるこれはっつったら、偉いのがこれはマドンナってまだちょっと売れてないから、マドンナに歌わせるといいって言って、でマドンナのとこ行ったの。ここでマドンナは その、それまでのよく聞くとね、歌い方がね、あ、なんだっけ、ホリデーとかああいうのがヒットがあって、あのダンスシンガーだったの。そうですね、うん、ダンスチャートの人でしたね。そうところがこれをやったら、すっげえ売れちゃったの、はい、もうこれでもうあの王様になっちゃったね、女王様に。でも相当レコード会社、これだってベネチアでロケやってるし、そう相当予算使って、それはどんな盛り上げをつったんですね。そう、お金使ったわけですよ。だから、あの違う新人に行きそうだったんだけど、あの取締役の一人がこれダメだよ、マドンナだよっつって、いやほんのちょっとのこの、なんていうんですか、線路の切り替わりで大変なことになった、それで俺インタビュー読んだんだけど、はい、マドンナは俺たちのモノマネをしてるっつうんですよ。すげえよく真似してるって、どういうところ、だから歌い方、それであの終わる時にブツブツ言うんですよ、はい、でこれも俺たちのセリフだっていうの、じゃあそのデモトラックかなんかにそういう部分があったんですか。そういうのやってて、それを忠実にやってくれてるって、これはさ、ナイル・ロジャーズがプロデュースしたんだけど、ナイル・ロジャーズがみんな偉いって言うけど、ナイル・ロジャーズはそれは偉いけど、それはもう、まあ、あのクレジットの取りすぎだよっていう俺たちのことも忘れないでくれよみたいなことを言ってたよ。なるほどね、マドンナ Like a Virgin。Pet Shop Boys, West End Girls。 これもね、うん、この曲もね、この曲もあれだよ、あのイメージと全然違う、結構おしゃれな感じじゃない、はいはい、これはだからもっとあの若い人、特に歌詞をね、そうするとちょっと危ないところも出てくるんですよ。危ないっていうのは、そのなんていうの、あ、みんな危険な目をしたり苦労したりしてんだなっていう、それがあのその頃の社会の縮図みたいな感じなんです。ああ、そういう曲。 Pet Shop Boys, West End Girls。 Starship, Nothing Gonna Stop Us Now。 これはね、俺はあのジェファソンエアプレインがジェファソンスターシップになったわけよ、はい、それでジェファソンが取れてスターシップになったわけよ、はい、でメンバーがそのために一人ずつこう辞めていってるんですよ。で最後に違うグループから来た男のボーカルとね、あの女性は最初からいた人、ジェファソン・エアプレイン、ジェファソン・エアプレインの最初のヒットはその女の子だったんだけど、そのゲスト来たんだよ、ここであのものすごく説教されて、俺はほう、あなたの質問、平凡な質問みたいなだとは言わないけど、あのもっとね我々のメッセージみたいなもう引き出してほしかったみたいな、ほう、これがやっぱすごいなと思って。ベリンダ・カーライル、 Heaven is a place on earth。 彼女あったよ。そうですか、うん、
今なんか良さそうな人ですよね、うん、だけどあのソロになっちゃって、はい、結局あのちょっと出世したでしょ私みたいな、偉くなったでしょみたいな、そういうのがあったね。ゴーゴーズでしたっけ。ゴーゴーズの、はい、うん、だしょうがないよね。ダリル・ホールン、ジョン・オーツ、キス・オン・マイ・リスト。結構苦労人、苦労人だけど面白い。あの自分たちのできることは途中で結構仲悪く なるんだけどそれを超えて仲良しみたいな、あれでなかなか苦労してますよ。この人たち売れなかったんだから、なかなか売れなかった。リッチ・ガールとかあったでしょ、はいはい、あれが出た後も不況、あの不調だったんでしょ。あ、そうですよね。そうそうそう、うん、これこういう風なキス・オン・マイ・リストだとか、うん、あのプライベート・ライズ、あれで、うんうん、やった。 あそこに来るまで結構ライブとか、そう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 、ライブアルバムとかのに僕買ったけど、うん、残念でした。そうそうそう、うん、だからあれでだから取れたのかな。あのいろんな有名なプロデューサーとやったりして、あダメだったんですよ。不発だったんですよね、この人。だけどあ面白いのはやっぱダリル・ホールっていう人がやっぱそういう風な感覚、 あの人ほら骨董品を集めたりするのが趣味で、日本に来たら骨董品なんか買ったりする人で、あのやっぱり自分たちのことは分かってんだよね。あのだから、うん、この後になって、あのなんだっけ、あのヤオヤをリズムに使った曲なんかがあるね。トゥンチュトゥン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 トサバイバーアイオブザタイガー。これね、俺の英語はね、はい、あの自分でこう作った英語だから、はあはあ、結局最初はね俺の英語はあのお前南部なまりだって言われたんですよ。でそれはプレスリーなんかの真似してたから、プレスリーがそうだったから、あ それでそういうようなことを気をつけるようになって、俺は例えばサバイバーアイオブザタイガーって言わないんですよ。Survivor, Eye of the Tiger って言わないんですよ。Survivor, Eye of the Tiger って言うんですよ。あの Girl っていう、うん、Teacher っていうあれがね嫌いになっちゃって、ある日突然ここで落としたんですよね。なんとなくほら、うん、っていう発音って、うん、アメリカン・イングリッシュで、うん、あの百姓、百姓っぽい、田舎っぽいっぽいでしょ、うん、Survivor, Eye of the Tiger って言うとさ、うん、あれだから俺は Survivor, Eye of the Tiger って言うんですよ。ケント・デリカクトさんがよく田舎のアメリカ人の前でそういう感じ、そういう感じなの。マイケル・ジャクソン、ビート・イット。これはあれだね、喧嘩だから逃げろの歌だね。うん、あ逃げろ。いやイメージあるな。あとあの これあの DJ がちょっと発音するとき気をつけてほしいのは、はい、あの日本人は実は R とか L じゃなくて、M とか N が弱いんですよ。はあ、だから。Van Halen、 なるほど。Van Halen、 ジャンプって言わないとダメ。なるほど。だから随分破裂しましたね。いやいや、だけどそれは Van Halen、 ジャンプって言った時に、うん、そのあの間の間そういうふうにうなってるんですよ。あの例えばネイティブの人たちはそういうふうにうなってる。Van Halen、 Van Halen、 ジャンプって言ったらみんな鼻から出る。うん、だからそれを忘れないように。今ベスティティウェイ性っていうのが続いてんだけど、今はもうその YouTube なんかでみんな見られるような時代だったから、はいはい、今のあの作りはもうまるで僕の意識の中では変わってんですよ。昔君が見たローリングストーンズのこれはこうだったんだよっていう、それえそうだったのかって思わせるようなことを伝えようとしてるんですよ。でその頃は例えばローリングストーンズが新しいアルバムを出したって言うと、そのインフォメーションで足りたんですよね。でそのオンカメラで出て人が物を喋るとき、30秒以上喋るとねもう聞いてないんですよ。だから喋りは必ず30秒に収めようと。なるほど。それはどっからもらったかというと、あの頃佐々木さんという方がプロ野球ニュースをフジテレビでやって、はい、佐々木真也、佐々木真也さん、はい、だいたいあの頃は20何秒しか喋ってないの、へオンマイクで、それで それで、うん、それであのつまんないから、うん、あの
今アメリカ旅行中、アメリカツアー中なんですけど、そういうのって日本人にとってはインフォメーションじゃないっていうふうにもう捨てたわけ、うん、そういうの、うん、日本に来るんだったら LINE しますよっていうのを言うんだけど、うんうん、そういうのはインフォメーションはもう、うん、全部捨てて、なるほど、あの下世話なネタを一発仕込むんですよ、うんうんうん、ちょっと耳がそばだったんですね。そうそう、あの今度2度目の結婚する予定ですよとか、うんうん、あの離婚しましたみたいな、それはちょこっと言うとうってくるから、うん、それ二十何秒の中に真面目なインフォメーションとそういうの混ぜてカクテルで短くしてた。うわ、知らずにそれ俺やってる。いつも俺、僕はいつも言うんだけど、お前さ、いかにビートルズじゃないって言ってジョン・ポール・ジョージ・アン・リンゴ Help って言うなよって、ヘルプって歌い出しかヘルプじゃない、はい、そのさっきの話じゃないけど、はい、だからそういうの一番ダサくて絶対やらなかったことなんじゃん、うん、イントロしゃべりって、うん、エンターテインメントじゃないんですよ。最初から楽しみを寄付、あの殺してるんですよ、うん、だから有名なヒット曲だったらね、例えばクール&ギャングセレブレーションって言ったらさあみんなお祝いしようよとか、そういうか、何お前何今日歯が抜けたの、そりゃおめでたい、そじゃお祝いしましょうってクーラーのギャングが流れるとさ、それでいいですよね。それなんだよ。俺カツヤイズムだいぶ継承してるのは知らないで曲紹介一切しないもん。そうそう、あのそれはそれ正解なんだ。その時にピストンが何て言って紹介するか、じゃあ将来がこれでも聞こうかって時、もう何かと思うじゃん。そこは小さなエンターテインメントなんですよ。なるほど。それをそれじゃあ1971年のローリングストーンブラウンシュガーって言ったらダサい、本当にダサい。楽しみがみんなそこで飛んじゃうわけよ、うん、特に音楽ファンだったら、あもう分かってるわけ、うん、そうじゃしょうがないからさ、ちょっと味わったりすると美味しい女の話でも聞く、ドンキャンキャンキャン。そうさ、うん、真夜中に奴隷商人が舌なめずりしてどうのっていういやらしい歌が聞こえてくるわ、はい、ね、はい、それがやっぱりあれでしょ、 DJ でしょ、うん、世界観を作るんですね、うん、それやっぱり作ってもいいし作んなくても、はい、時間が3分、3分だとこの曲って言った時、3分に何を流すかって時、その曲、あそうか、どうでもいい曲流したなとかさ、なんかあるじゃん、はい、それがそのリスナーとのコミュニケーションなんですよ、はい、コミュニケーションはメールを読んであげることとかそうじゃなくて、音楽番組のコミュニケーションはそれでつながるわけですよ、はい、なるほど、あこいつは俺に似てるわ、ちょっと意地悪だわとかさ、だから分かるもんね。ピストンなんか聞くとどういう風な性格か分かっちゃうもんねだから嫌いなやつは大嫌いだと思うよまあそうなんです、ピストン嫌い、うん、そうなんです。それで言って、うん、嫌いな人っていうのは自分のファンだと思わないと。ありがとうございます。僕ねすごく昔嬉しかったのは、うん、何の時か分かんないですけど、和代さんがお前英語喋れてアメリカの DJ だったら年収10億いけるよって、うん、言った時があって、うん、そう、うわ10億いけるのか、うん、英語喋れたら、英語も喋れねえしアメリカじゃねえけどベストヒット USA、 僕たちはたくさんのイメージがありますけど、うん、1曲小林克也がベストヒット USA はこれだって何か選べって言われたら選べますか？いやそれはあの俺はおそらく選べないと思う。選べないですよね、うんうん、今日今って言ったらあるかも分かんないけど、うん、次にはもう違う歌になってるし、それと、うん、あとはねその言わなかったんですけど、ベストヒット USA は俺にとってすっごい勉強の場で、はい、まず最初にチャートが来るじゃん、はい、チャートの曲を聞くと好きな曲嫌いな曲って華々しかったんですよ、はいはい、どこがいいかっていうのを必ず聞いて聞くように、はあ、うん、それ僕の勉強になりましたね。へ、うん、なるほど、勉強になるわけですよね、うん、まあ、でもそんな生きた、ね、キャラもらってあんなに有名な番組でそこで勉強できるって素晴らしい経験でしたね。いやすごい勉強になったでしょ。いや今日改めてやっぱり小林克也は洋楽の人だということを再確認しましたよ。何どういうこと？いやあのナックファイブで変なこと言ってるおじちゃんじゃないなっていうお変なことあんまり言ってないよ出ますよ言ってない